これが3回目の対戦になります。天理大学4年生の正木、左が全日本8連覇を目指します山下。さあ6分間試合が始まりました。主審は神永さんです。まあ、これまではいずれも一本勝ちをしている山下、正木としても、まあ、その辺は十分頭の中にあるでしょう ね今までですね一回も勝ちさせてもらってないんですよね、はい、今日もやっぱ思い切ってかけていかないとダメですね、はい、この大外刈りに来ました、それを返しました正木です。下になります山下、ね、山下もこの下になった時ですね、はい、自分でひっくり返って引っ込むということはしないんですよね。あーはー、完全に守り切ってしまう、守るわけですね、まあ、この左手が十分に使えない、釣り手が使えないというところに正木に不利になっています。まもなく試合時間半分になろうとしています。これだけ長い試合、正木としても山下にこれだけ長く試合ができるのは初めてです。さあ大外刈り、よく返りました。柔らかい体正木、今引き手が効いてないんですよね。ない、まあ、本来の山下の大外刈りでしたらまだ1本取れるんです、ね、取れるわけですか。こういうところにも山下の本来の調子ではないという感じがしますね。こちらが何を攻めていくか、寝技に行きます。考えを与えずに攻めていきます。締めていきます、締めていく。で今相手を締めました。太い首でこらえていますのが正木です。上がって回るところを、ね、これで返したいわけですね。一回止めてしまうんですよね。抑え込みです。抑え込みに入った左足の使い方なんかうまいでしょ。この左足で正木の腕を止めてますね。完全に紙四方固め、抑え込みに入りました山下。